Oh, shit.
行くぜ。よし。どんまいどんまい。ついてねえな。力みすぎだぜ。どんまいどんまい。うわあ。どうした？どんまいどんまい。うわあ。力みすぎだぜ。よし。どんまいどんまい。おっしゃ。やるじゃねえか。うわ。どうした？いい調子だ。ふん。
よし。よし。8番コーナーに。負けてられねえな。おっしゃ、やるじゃねえか。おっしゃ、負けてられねえな。ついてねえな。力みすぎだぜ。8番コーナーに。どんまいどんまい。やるじゃねえか。よっしゃ、負けてられねえな。8番をコーナーへ。うわ、どうした。8番サイドに。ふん、悪いな。ついてねえな。行くぜ。行くぜ。いい調子だ。
ダメな子ね。やったわ。やるじゃねえか。ずるい。力みすぎだぜ。どうした？ダメな子ね。ずるい。力みすぎだぜ。どうした？ダメな子ね。あー、すごい。負けてられねえな。ずるい。力みすぎだぜ。やったわ。やるじゃねえか。ひどいひどい。どうした？ダメな子ね。あー、すごい。負けてられねえな。ずるい。
力みすぎだぜ。行くぜ。行くぜ。はっはっ、うん、ナイスハット。ナイスハット。ナイスハット。悪いな。
ようやく手に入れたようだな。俺は本庁から呼び出しがかかってるからな。まあ9歳の女の子連れて桃源郷へ行くってのはおかしな話だが、遥を連れて桃源郷へ向かってくれ。わかった、遥か行くぞ。おじさん、桃源郷へ行こう。行こう。桃源郷、桃源郷。おじさん、急ごう。ややこしい事情が絡み合ってるからな。しかし桃源郷とはよく名付けたもんだ。どういうこと？桃源郷っていうのは簡単にたどり着けない楽園の名前だ。そうなんだ。でも楽園なら風間さんって人もきっと無事だよ。ああそうだな。ここか、桃源郷。行こう。桃源郷の会員証をお持ちですね。どうぞ、いらっしゃいませ。あのお客様、お子様連れはちょっと。社会見学の一環だ、多めに見てくれ。申し訳ございませんが、他のお客様のご迷惑になりますので。絶対に迷惑はかけない、いいよな。かしこまりました。では当店のご案内をさせていただきます。当店は、あ、でもお客様は社会見学をされたいということでしたよね。お客様、一応念のために申させていただきます。女の子たちは空室の札が立った部屋におりますので、ご注意ください。ではごゆっくりご見学ください。すごく広いところだね。ああ、ここなら風間のおやっさんもかくまえる。真珠のやつよく考えたもんだ。明美さんのお部屋どこだろう。行こう。おじさん、手分けして探そうか。いや、お前が一人でうろうろしてたら客も驚いちまう。はぐれないようについてこい。分かった。待ってよ。行こう。
行こう。おじさん、ここじゃない？そうみたいだな。いらっしゃいませ。あけみです。桐生だ。シンジから聞いてないか？桐生？あなたが？ああ。それじゃあ、しんちゃんはもう…そう。最後に会った時、彼言ってたの。自分にもしものことがあったら、あなたが訪ねてくるかもしれないって。いつもふざけてたあの人が、急に真剣な顔してね。そっか。しんちゃん、死んじゃったんだ。おかしいと思った。だってね、あの人、急に今やってることが片付いたら結婚しようなんて言ってさ。すまない。いいの、私の方こそごめんなさい。風間さんね、確かにここにいたんだけど、しんちゃんの知り合いが来て連れて行っちゃったの。誰だ？近江連合の寺田さん。近江連合？そいつは本当にシンジの知り合いなのか？うん、しんちゃんは信頼してた。だから私も。場所は？芝浦よ。不当に止めた船に連れて行くって言ってたわ。そうか。それともう一つ。んしんちゃんこう言ってたわ。錦山組は100億の他に世良会長の遺言状を探している。それに次の4代目が指名されているんだって。遺言状？そんなものが。それじゃあ錦はそいつを握りつぶそうと。しんちゃんはそう言ってたわ。何？聞かせろや！何が起こったの？分からんが、ここで待ってろ。おじさん、何なの？
探したで。真島の兄さん、あんたまだ生きていたのか。助けて、お願い助けて。ああ、よしよし、静かにせんか。よせ。ああ、お前べっぴんさんやないかい。どうや、俺の女にならんか。どうやね。
嫌です。私他に好きな人が。ごめんなさい。マジマ、やめろ。そうか、正直な子や。え、それで、ほれ、ここ危ないで。はよ行き。読めねえな、あんただけは。俺は正直もんが好きなだけや。人の顔色伺ったりせんと。俺がそうやからな。そうかい。こないだいいとこで邪魔が入るよった。ここで蹴りつけようやないの、キルちゃんよ。ついね、お前が。あの女がアケミか。辛いだろうな。だってさ、風間のおやっさんの居場所が分かった。どこだ。芝浦の埠頭だ。近江連合の寺田って男がかくまっているらしい。近江連合だと？なんで奴らが風間を。
わからんが、シンジが命がけでおやっさん預けた相手だ。信じるだけの価値はある。そうか。キリュウ、MIA が神宮が目立って動き始めてる。さっき本庁に呼ばれて、お前のことを根掘り葉掘り聞かれた。おそらく神宮から圧力がかかったんだ。大丈夫なのか、伊達さん。逆だ。クビになってもおかしくねえのに、奴ら俺がお前とつるんでるうちはクビにできねえんだ。行くんだろ、キリュウ。芝浦に。ああ。近江連合が絡んでるとは想像もつかなかったな。俺はお前とは別行動で MIA と神宮の線を渡ってみる。芝浦に向かう前にここでしっかりと準備した方がいいぞ。準備できたら俺に言ってくれ。